試合終わったばっかりですけど、はい、今、どういう気持ちでしょうかあのもうとりあえずほっとしたっていう気持ちがもう本当に大きいですよ、もう本当に落としたら、俺、このまま、このあとやってけんのかなっていうのは頭の中にやっぱあったんで、やっぱ一回こう頂点登って、その後なかなか結果が出ずに、満足いく試合が全くできずに、で前回も派手にぶっ倒されて。 でこ,こで今ノリに乗ってる人気急上昇のヤーマン、ここ1年でこう出てきた選手、すごいいい選手ですけど、ま,あ、まさかここで負けたら、本当に俺、もう後がないなって気持ちだったんで、とにかく今、としてますそのヤーマン選手ですけど、もう3ラウンド通してかなりの激闘になりましたけど、戦ってみて、どうだったでしょうかいやー、そうっすね、本当にゾンビかと思いましたよ。も <laughs> もうダウン取って、もその後も結構 こうう殴ったと思うんですよなんで倒れないのかなと思ってうもう絶対これ倒せるだろうなと思ってたんですけど本当に何だろうヤーマンの強さをこう感じたって感じですよねなんか見ててあ今までの過去の試合とかもこうすごい気持ちいい試合を見せてくれるじゃないですかそれが自分と試合をして それを自分も感じることができたなってだだからすごくいいファイターだなとやってと思いましたね 2>, 2ラウンド目にあのダウン取った膝ですかね、はい、あれかなり感触あったと思うんですけど結構多分、内側入れてこう <laughs> 打ったと思うんですけど結構まあ練習してた蹴りで結構、ドンピシャだったなと思ってでダウン取った後も結構フラフラしてたんで終わもうもうってくれと思ったんですけど立ってきたんで、まあ、ここは仕留められるチャンスだなと思ったんですけどね。 だんだんの気持ちというんですかね、あまあ、人気出い、えー、ダウンを奪ってから、イアン選手に逆襲を受けて、何度も、あのー、ロープを背にする場面があったと思うんですけども、その時やっぱり、6月のこんなパーセントにちょっと脳裏に思い浮かぶようなことありましたいや思い浮かべてないですよ、もう死んでも倒れないと思って、はい、だから集中はしてたんで。 えー、もうガードの上からだったらもう大丈夫だなと思って、はい、受けてたんですけどもうおかげさまでも本当に気持ち悪かったですよ、試合終わった後は控えすも撲で,でも本当にここで、ね、気持ち折れたりとか負けたりしたら本当に今後、生きていけないんでもうだから絶対に何がなんでも戦い 続けるっていう気持ちを持ってやってたんでう前回の,このぶっ倒されたっていうのが思い浮かべることは全くなかったですもう結構プレッシャーやばかったですよ今回はなんか事前の予想でもなんか俺の方が負けるっていうなんだ予想多かったと思うんですけどそれってやっぱここ最近の結果を見てたと思うんですよけど自分の中では正直まあ俺の方が上だと思ってたんで絶対に まあ負けるわけにはいかないっていう気持ちでもう負けたら本当に後がないと思ってたんでただそのプレッシャーの中こうやって乗り越えたってことは自分自身成長につながったんでもう本当にヤーマンに対してありがとうって感じ気持ちいいですね、はい、もうヤーマンとのこの対戦でまた1つ成長さ,させてくれたと思ってるんで、はい、本当に気持ちいいファイターでしたねありがとうございます